酒井様、志村様はご健勝で？今は猛虎に囚われておいでだ。うん、ご心配なく。辛抱強いお方ですから、戦の技量に優れ、さらに和歌まで。酒井様も和歌を？そのような暇はないな。戦の時こそ読まなくては。一首読めば心は落ち着き、邪念も振り払えるはずです。心の平穏か。さようです。ちょうど良い場所が火事場近くの崖の上にあります。そういった場所を見つけましたら、ぜひとも対馬の美しさを歌になさってください。戦火を免れたかようなところが他にもあるだろうか。鳥を探すのです。導いてくれるでしょう。二度とせん夜に、小春の影も我を誘う。沖縄の申した通り、心が静まり強くなったようだ。また読んでみよう。